たので、ちょっと赤いリップをつけてね、なんかシャネルの話をしようって思いました。以上、ナナミのトークトゥーマイセルフでした。この後も、まだまだ続きますので、皆さんぜひ、楽しんでってください。一旦 CM です。それでは続いてのコーナーは、誉さんによるこのコーナー、誉の天然パーマ相談室。天パーに生まれてよかった。下手くそだな。今週も始まりました天然パーマ相談室。イエーイ、はい、イエイイエイイエイ。もう大好評いただいておりましたですね。本当ですね。もうあの県外の方からもすごくメッセージいただいたりとか、そうですね、あのやっぱり暑いねとか、うん、もうあの天然パーマにこんなにこだわってる人初めて見たとか、そうだ、ね、聞いたとかさ、うん、すごく嬉しいね、うん、言葉をいただいてるので、うん、今日はですね、なんとスペシャルゲスト、スペシャルゲスト、あ、ごめんなさい、テンションが上がっちゃった。テンションが上がっちゃった。ナナが一番興奮してるの。嬉しい。大物ですから。大物ですよ、皆さん。僕は天然パーマの副会長をしているんですが、うん、今日はですね、うん、なんと天然パーマ協会会長をスペシャルゲストでお呼びしました。イエーイ。会長の、会長の、来ましたよ。アニーさんです。アニーさん。よろしくお願いします。イエーイ。お願いします。お願いします。多分皆さん、リスナーさん会いたかったと思いますよ。ねえ、もう僕がずっと天然パーマのね話してますから、うん、ちょっと簡単に自己紹介お願いしていいですか。はい、私が今ご紹介に預かりました天然パーマ協会の会長、アニーと申します。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。アニーさんね、はい、もう今もうこの番組では、はいはい、もうスターになっております。マジですか。もう登場の段階で、はい、もうだってもうナーナーのこのテンションの上がりを聞きました、はい、うん、聞きました、ありがとうございます。すいません、もうラジオの向こうのね、はい、そう、今日ねちょっと、はい、コメントないんですけどね、はいはい、大塚健二さんっていうね、大塚健二さんですよ、はいはいはい、この人がねもうめちゃくちゃこのコーナーを楽しみにしてくださって、テンパを愛してる方がいる、ということですか。そうなんですよ、ありがたい話です。本当にもう聞いてるのかな。ちょっとねまだコメントがないんで、もしかしたら ね聞いてるのかちょっと分かんないですけども、うん、いやもういつもねこっちで副会長が頑張ってくれてるということで、うん、本当にありがたい話です。本当に、はい、もう会長の座を譲ろうかなって今思って帰っちゃいますね。はい、申し訳ないですけども、いや天然パーマのこのね、はい、種類はですねいろいろあるんですが、うん、はい、やっぱり会長のこのナチュラルの天然パーマには誰にも勝てないなと、うん、そうですね、まあ、ちょっと今お時間いただけるような話したいんですけども、うん、今日、うん、髪切ったんですよ、あ、美容室で、はいはいはい、でちょっと長かったんですけどバッサリ切ったんですけども、そこのお店に行くのは今日初めてで、まあ誉が多分話してると思うんですけども、イベントをやってましてですね、はいはい、週刊列挙さんに載せてもらったりとか、はい、まあ、活動してるんですけども、そこで来ていただいた講師の達さんって方がいて、うんうんうん、まあ、そこでお世話になってるし髪を切りに行こうと思って、うん、髪を切りに行ったんですけども、うん、その美容師さんが達さんって方なんですけども、うん、ハサミ壊れないかなって言ってました。
僕の髪は鉄じゃないんでって言って、大丈夫かな、そう、スチールルじゃないんですよね、ちょっと勘違いされて多いんですけども、刃こぼれするみたいな、刃こぼれするかもしれない、逆にね、尖れると思うんですけどね、シャカシャカすることによって、はい、というわけで、はい、タツさんもね、百戦錬磨の美容師さんなんですけど も、美容師、ここでやってから、一番やばいって言いました。やばい。はい、やばいやつが来た。ね、はい、今日僕も、ね、会長ですから。偶然、ヘアカットの時間がね、かぶってですね、うん、僕も今日髪切りに行って、同じところに行ったんですけど、その時の、僕が行った時には、もうちょうど会長の髪、ヘアカット終わってたんですよ。うん、その後に、女性スタッフがこう、掃き掃除するじゃないですか。掃き掃除しながら、髪の毛見て笑ってました。集めやすいって言ってました。大型犬のプードルみたいな感じで、ね、ああなるほどね、分かり破片が残って、なるほど、はい、そうですね、取りこぼしがないって、そうですね、全部巻き込んでいくんです、なるほど、一塊に一塊になっていくっていう、なるほど、はい、なるほど、ボリューミーだったって、そうね、ね、チリ箱が全部いっぱいになったって、そうあれね、あ、なるほどね、ボリュームで誰か逃げたいもん、本当にもうすごい、本当スチールウールが落ちてる感じだったね、だけど掃き掃除しやすいって喜んでました今日、うん、嬉しい限りですね、はい、まあ、ちょっとゴミの量は増えるかもしれないですけどね、そこも僕らのメリットかもしれないですね。美容師さんが掃き掃除しやすいってメリット、かなりローカル中のローカルの話だけど、そうですね、カットしづらいってデメリットがあるから、結果、うん、ペイじゃないかな、ペイだね、うん、トン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 ですね。ちなみにこのコーナーどんな話を普段されてるんですか。まあ、天然パーマ協会の活動だったり、うん、まあ、天然パーマについて勉強会をしたりなんですけど、うん、今日はせっかく会長が来ていただいてるので、はい、すみません、はい、やっぱ天然パーマ協会もう4年目に、まあ、そうね、次5年目か、思い起こせば5年目になるんですが、そうですね、はい、やっぱこう結成のきっかけとかね、いろいろ聞きたいなと思っているんですけど、うんうん、思ってるんですけどって、自分も参加してる側だよね。そうだ、完全に今参加してる側なんですけど、まあ、7がやっぱり興味あるっていうことなんで、うん、本当に、うん、もうなんか、ありがとう、本当に。助かる、もうそういう人が増えてくれることによってね、地位向上されますから、ありがたいですね。まあでも、歴王に乗って、すごい今、ぐいぐい来てるんじゃないですか。そうですね。歴王否めないですよね。ですよね。否めない。ね、僕のお知り合いの方のお父さんが会ったことあるんですけども、はいはいはい、その、新聞に載ったのを見て、僕の友達に、LINE をしたらしいんですけども、はいはいはい、兄、デジアスさ、スターになってるよって。っていうのをいただいた。ね、はい、紙面から入って。そうですよね。普段たまに会ったりしてるやつが、新聞に載ってるということで、まあありがたいです。しかも大きく一面に載りましたからね。いやね。大きい。A3 サイズぐらい載りましたよ。そうね。そう、16万世帯に僕らの活動が行ってますから。すごいね。歴代あんだけ出るったらもう、ビギンか。天パ協会。天パ協会。恐れ多い。そんなに。恐れ多いわ。いやいや、そう、メッセージ、まあ、ナチュミンさんからコメントが来てましてですね、ええ、天然パーマ協会会長って言ったら、はい、イエーってコメントやって。おお、ありがとうございます。すいません、もう。集めるとき、金属音がしたんではっていう、あのね。吐いたときかな。そうだね。あ、鉄じゃないんですよ。ナチュミンさん、ありがとうございます。メール、ありがとうございます。もう金属でできてないので、うん、そういう、なんていうんですか、映画とかに出るようなそんなキャラクターで、ヒーローものキャラクターとかじゃないので、なんかヒーローズとか出てそうでね、キーンみたいな、硬くなるぞみたいな。そうね、きっかけですか、天然パーマ協会のきっかけ、うん、僕は恩納村で今辞めたんですけど、お店をやっててですね、うん、そこで誉君がプラッと、まあ、もっとその前に知り合ったんですけども、来てもらって、なんかの不意に、うん、天然パーマの話になって、うんうん、いいもの持ってるね君はと。いいもの、あ、俺もまあまあだけどみたいな話になって、その時は何も結成してないんですけども、もともとまあテーファーというか適当者の人間なんで、うんうん、そのタイミングで君じゃあ副会長にしてあげるよって言ったんですよ。なるほど。なんてことで急にね、俺りでね、天然パーマ協会の会長なんだけど、お前副会長にしてやるよって。なるほど。そんなのあるんすか、まあ今作ったみたいな、あ、すごい。でなって、そこでなんか意気投合、まあ、あちらもこう同じ境遇の悩みある人って同じことで盛り上がるんですけど、うん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 、そこでまあ意気投合して、じゃあこういう人集めてなんかしたら面白いねっていう話から、じゃあなんかないかなって時に、10月の8ってテンパやんみたいな話になって、そうそうそう、じゃあ一堂に会することをやろうってなってから、ちゃんと活動してる感じだよね、どちらかというと。そうですね、もう毎年。そこからですね、
天パの日にはですね、集まってですね、うん、やっぱ天然パーマの社会的地位向上だったり、ね、うん、知的財産の共有、そうそうそう、まあ、どんなね、どのワックスが使ってる自分はみたいな、なるほど、俺あの硬くて剛毛なんだけど、だったらあのジェルがいいよみたいな柔らかくてふにゃふにゃなんだけど、だったらこれがいいよみたいな、これが知的財産の財産共有の共有、そうそうそう、なかなかそのね、10人いたら2人3人なんで、うん、あの共有しづらいですよね、なんでその部分でのまあまあやろうっていうことでやってますね、うんうん、そうなんですよ、うんうん、やっぱりその中でも、うん、やっぱり世界を動かしてきた人は実は天然パーマの人が多いっていうね、うん、話もあったんですけど、まあ、先週ちょっとかじってはいるんですが、じゃあ皆さん分かりますか、七海さん、はいはい、誰か偉人でラモス類じゃない、ラモス類ラモまあなんかどうしよう、どっちにボケてもなんか怒られる気がしますそんなことねえだろって言っても怒られるだし、そうだよって言っても変だし、いやいや、ラモスさんは日本の J リーグ作ってますからね、いやそらすごい、あってますよ、うん、だからすごいですよ、偉人ですよね、天然なのかな、ラモスさんは、ちょっとその辺わからないですけど、まあ天然だと思いますね、ぽいですね、確かにね、うん、あとはあの、うん、マーティ・フリードマンですよね、マーティ・フリードマンね、あの人はまあパーマっぽいけどね、うん、あの有名なギタリストです、ね、ちなみにあの博士太郎さんはパーマ当ててますから、ね、ああ、じゃあ偽物なんだ、偽物ですね、ナチュラルではないみたいな、でも天然だからやっぱダメなんですか、そういう、うん、いいんですか別に、あ、全然全然、愛してくださってらっしゃるんでしょうから、う教会には全然全然全然ウェルカムですよ、もちろん、僕らあの天然パーマ協会って歌ってるんですけど、うん、天然パーマしか入れないわけではないです、あ、なるほど、そうです、ね、天然パーマの人をちゃんと受け入れてくれる人、あ、それあればもう誰でも OK です、もちろん僕たち人種差別しないんで、うん、そうですね、天然、うん、天然人種差別って言ってもう一回言った天然パーマ愛好会みたいな感じ、はい、そうですね、はい、はい、そうですね、いいですね、だ例えばあの子供が天然パーマってすることもありますから、あ、ね、じゃあ子供が小学校でどういう活動でどうなってどういじめられていくかもしれない、まあ、いじめられないかもしれない、うん、その中でどういうふうに振る舞ったらいいか、それも僕はもう経験してきてるわけですから、あ、エキスパートですから、なるほど、学校で子供たちがなんか、うんうん、なんかテンパーだからいじめられたとかって言われたら、うん、お母さんはどんな対応したらいいのかなとか、そうね、そう、いや、これはね、神様から贈られたプレゼントなんだから、うん、あなたはこの個性を生かしたあなただけのヘアスタイルができるんだよって言うのか、うんうん、ね、それだけでもね、救われますから、まあね、思春期の何も言わずに丸刈りにされるどっちかですうわーみたいな、バリーみたいな、うやーんっていうのもなきにしもあらずなパターンだな、丸刈り多いかもね、あ、多いと思うよ、まあ、僕も学生の頃ずっと丸刈りでしたから、うん、そうね、はい、まあ、あのヘアスタイルのセットなんて分からないですからね、うん、そうそうそう、分からないんでやっぱ天然教えてもらわないもんね、そうそう、うん、天然パーマの人がちゃんとなんか教えてもらえるっていうか、うん、やっぱそういうところがあったらいいなみたいなところからもね、うん、そうね、この活動が活かしてもらえる、教えてもらうのって多分だから美容室でしか、まあ、理容室美容室でしかないと思うんですよね、うん、頭をどうやったらいいですかって聞いてこうやってやってもらってるところからスタートしていきますからね、うんうん、だからそういうのがまた別で僕たちがやってるわけですから、もうそういう部分では少しはね、まあ、何かのためになってるんではなかろうかと思います。そうなんです。なんかこう参加したい人どうしたらいいんですか、この参加したい人は一応、今日ね、2人でこう会合しながら、うん、Facebook ページというのを今日作ったんです。まだ全然作りかけてあれなんですけども、もともとコミュニティグループはもうあってですね、うんうん、まあ、そこの方で、まあ、エントリーしていただくかって形ですかね、まあ、あとはもうざっくりもう10月8日確実イベントやってると思うのでどっかで、うん、どこかでやってると思うので、その辺を探ってくれたら多分分かるんです、うんうん、はい、来年は5周年なので、そう、ね、めちゃくちゃちょっとね気合い入れてやるので、ちょっと頑張りましょうね、ちょっとテレビのね、うん、なんか密着とか今お願いしようかなって作戦中です。そうね、なんかこう、ね、やっぱりまあ一見ちょっと馬鹿げたことなようでも、うん、本気でやったら、うん、テレビにも出演できるし、うん、新聞にも載ることができるんですよ、うんうんうん、これってこうやっぱり何かこう始める人の勇気づけられるんじゃないかと思って、うんうん、しかも僕ら天然パーマってコンプレックスもじゃないですか、まあ、いわば今まで生きてきた中の方が多いでしょうね、コンプレックス、うんうん、だけど今となっては僕ら天然パーマ協会発足して、うん、逆に今天パーだからこそ、うん、初対面の人と仲良くなったりとか知ってもらえたり、うんうん、逆にあ、テンパの人だって覚えてもらえるんで、そう、それはありますね、なんか覚えてもらえますね、逆にテンパで本当に良かったなっていうのを最近やっと思い始めたっていう、なるほど、
祭り会場に行ったら確実に見つけてもらえますからね。なるほど。ああ、兄さんみたいな。ああ。なんで分かったのみたいな。見たら分かるでしょ。後ろ姿あ。ありがとうございます、みたいな。ありがとうございます。なるほどね。目印になるっていう。でもいいですね。うん、そう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 。そうありますよ。ちょっと思ったのが、はい。何ですか、天然パーマって、毛穴がねじれてるんですね。うんうん、3時間ぐらい時間もらって大丈夫ですか答え言いますけど、3時間ぐらい今から来週も来てもらいましょうか来週もまた。それについて話す。今ね、会長。はい。ナチュミンさんからね。はい。私は肩まで伸ばすと、先端がウェーブしますが、これってテンパですかっていうメッセージが来てるんですよ。これは、くせ毛ですね。これはくせ毛。これくせ毛です。なるほど。まあ、細かいくくりはないんですけど、まあ、全体的にこう、まあ、かかってるのが天然パーマだと思うので、もう根元からなんですよね。先端だと、一応、すごい緩やかな癖が、伸びて伸びてだと思いますだから。だから海まっすぐ見たら水平だけど遠くから見たらちょっと、ま、丸く見えるのは、はいはいはい、っていうぐらいの感覚でしょうか。水平線に例える。はい、そうですね。まあワールドワイドスケールがね、スケールがすごいですね。会長違うな、地球レベルで見ちゃうな。今日が出ない。おいちょっと馬鹿にしろとお前のこと。ちょっと馬鹿にしてないか。いやしてない。さすがだなと思いましたよ。やっぱ地球。そうね、やっぱ地球規模じゃないですか。そうなんですよ、うん、やっぱり最初はさ、うん、僕たちも社会的地位向上っていうくくりでね、うん、僕ら活動してたんですが、うんはいはい、それだったらちょっとなんかね、一人よがりじゃないけどテンパよがりかなみたいな感じで、テンパよがり、テンパよがりだから、うん、俗に言うね、うん、そうだけどこう天然パーマのトークしてたら、うん、結構みんな笑顔になるんですよね、うん、そうね、わかります、うん、だから笑顔になるから、うん、笑顔ってイコール、うん、幸せにつながるんじゃないかなってうんうん、っていうところで、うんうん、みんなが笑顔になって幸せになれば、うんうん、これ世界平和につながるんじゃないかなと思って、うん、過言ではないね、過言ではない、うん、だから最終的目標は僕らの活動は世界平和、大きいね、そうですね、お前のがでかいもんね規模世界平和、僕たちがやってるのは世界平和です、なるほど、すごい世界平和ですね、はい、そうなんですよ、ラブ&ピースですよ、そうでしかも皆さんちょっとそう頭の中で想像してほしいんですけど、うん、天使って言いますよね、うん、天使の、うんうん、天使の髪型皆さん頭の中で思い浮かべてみてください、はいはいはい、みんなくるくるしてないですか、くるくるしてる、そうね、うん、そう天使は皆さんテンパーなんですよ、だからまあ僕たち天使なんですよすいません申し訳ないです、なるほどね、言ってなかったです、なるほど、言ってなかったんですけど、なるほどなるほど、はい、世界平和を目指す天使の集まり、はい、天使の集まり、そうなんですよ、そうなんですよ、知ってました、そうですね、だから本当は天然パーマじゃないんですよ、名前ってエンジェルパーマなんですよ、エンジェルパーマなんですよ、ね、エンジェルパーマ、そうす、ね、なんかこの教会うさんくせえな使命を帯びてるんですよでもあの壺買ってもらったらもっと良くなると思うので壺にエネルギー込められてるので、ぜひ壺を買っていただいて、こうやってません、嘘ですよすいません、嘘つきました、申し訳ないです、でもね、あのちっちゃいところから始めて、はい、もう最後はね、その世界平和まで行けるっていう、そう、そう、風が吹けば桶屋が儲かる的な ね、うん、ね、はい、でもね、あれじゃないですか、この2人の集まりから、はい、もうこの何万人が見る歴王まで今来てるわけですから、そうですね、そうですよ、ここから先また ね、だから最終的には、あのマツコの知らない世界とかにゲストで呼んでもらいたいなと、ね、いいね、いいね、でもね、夢じゃない、全然いける、いや、なんかいけそうな気はするんですよね、いける、だからちょっと突き詰めていけばね、うん、そうね、ちょっとまあ皆さんの力が必要なので、ね、ぜひですね、天然パーマ協会調べてですね、いいねとか参加していただければ、いろいろあのこれからも大きく活動していこうと思う、僕はあのジェルとかワックスとかを開発したいです、実は、なるほど、それ専用のとかね、はいはいはい、あ、いいじゃないですか、いろんなタイプがいるので、同じ剛毛部隊を集めてですね、すごい、剛毛に合うジェルだ、ね、なるほど、とかできたらいいなと思う、ウーノとかね、ギャツビーが、そうね、そうそう、例えばその新しいワックス出すときに、うん、やっぱ天然パーマ協会に一回相談してから出そうかなみたいなね、なるほどね、一、うん、回使ってしようか、天然パーマ協会公認みたいなね、ああ、うん、なるほど、はい、あの唐揚げ協会ってありますから、ああ、はいはいはい、そういう形、いいですね、のまあまあまあ、ね、なるほど、天然パーマバージョン、はい、あのメッセージ来てます、面白いですね、うん、嬉しいですね、あの野の中の銀の蛍さんがね、はい、壺販売はノルマがあるのって言ってますけど月3ですね、月3 月3月さんからですね、結構これできないなと思う、あ、上ランク上がっていかないと、ネズミコース一人言ってもらったらちょっとキャッシュバックしますから、そうだねそんな怪しいです、すいません、あの怪しくないタイプですよ普通に、はい、そう、あの会長アニーさんはですね、はい、実はあのね、自身の番組も持ってらっしゃるんですよね、言って大丈夫ですか、どうぞどうぞ、これいいんですかね、
え、大丈夫。はい、僕はあの FM 読みたん、こちらがもう少しね、あの上上がったところですけども、の方であの自分も番組持ってですね、まあ別に天然パーマに関係したこと自体あんま言ってないんですけども、はい、はやらせてもらってます。はい。このタイミングでこのタイミングでもう自分の告知もね、そうそうそう告知して、はいはいはい、またまたあの次のコーナーまた行きますから、はいはいはい、最後までまたアニさんはいはい、いいんですか、よろしくお願いします、はい、聞いていただいて、はい、いや、テンパーの皆さんからの切実なお悩み、何でも答えますよ、今日会長来たので、はい、あの来週もですねタイミング合えば来ていただきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください。誉れの天然パーマ相談室でした。あと何分、あ、じゃあ手に入れたもの、さあ、今誉れのコーナーが今終わったわけですけれども、はい、今日のトークテーマですね、はい、最近手に入れたものということで、うん、また引き続きアニーさんにも番組の、ね、最後まで一緒にお付き合いいただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、ここでメッセージ来ております。はい、ラジオネーム浦添ののりさんから、誉れちゃん、まこっちゃん、ななみちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、キャンちゃんもこんばんは。こんばんは。テーマ、最近手に入れたもの。今日トラックの中古タイヤを6本購入してきました。え、税込み7万円現金で、急な出費は痛い、この後も頑張ってください。あー、すごいね。いや、タイヤ結構高いんですよね。中古でも高いよね。6本6本なんで6本トラックだからじゃん。あー、トラックって6本あ、なんか2つくっついてんだ、うん、そう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 、あー、そういうこと、2つ、うん、あー、すごい、後ろが4本みたいなね。あー、はい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 、なるほどね。7万円か、うん、大きいね。痛いですね。あー、テンパーオフでとか言ってほしかったね。なるほどね、うん、テンパー、あアニーさんね、なんか手に入れたものとかあるんですか。はい、あ、ありますよ。あの、ここ最近あの立派なお腹を手に入れました、ね、なるほど、はい、お腹、立派なお腹を育て続けて、育て続けてますね。もういよいよなんか出てくるんじゃないかなって感じですけど、はい、太りに太ってますね。なるほど、はい、これなんか教会委員とかで食事も行くんですか。あの打ち上げ的なことはありますよ、うん、はいはい、いろいろ食べますけど、あのそういう時やっぱみんなが集まってるとなんか焼きそばとか出たらちょっとテンション上がりますね。ああ、なるほどね、チュージュー、はいはいはい、食べたり、ね、あとラーメン屋行ったら絶対縮れ麺ですね。食べてなかったよね。あれ、ほまれ、ちょっと今盛ったんじゃないの、今ちょっと、ちょっと盛りました。やっぱテンパーは髪の毛も盛るんですけど、話も盛るんですよ。あのマコさんの手が怖い。俺もやチンやられるんじゃないかなみたいな。あれ、野の中の銀の蛍さんか、会長さん、何曜日の何時なのって言ってます、ね。ありがとうございます。読みたんなので 78.6 メガヘルツなんですよ、はい、曲の方は、はい、で、日曜日の7時からです、うん、19時ですね、からあのテーファームーンっていう、まあ、適当ものっていう番組タイトルでラジオをやらせてもらってますので、うん、まあ、あのもし時間があればプラッと聞いてもらったらありがたいですね、うん、はい、イエイ、はい、いいですね、嬉しい。メッセージくれるの嬉しいですね。はい、なちみさん、会長さん髪の毛いじるとき指怪我しませんか。手ずじゃないからだから。あの、そんなおかしいでしょ、寝れない人だったら。結構固めですからね。固めてますけどね、基本的に。なちみさんもういじりに来てますね。いい感じですね。完璧にちょっとターゲットされてますよね。いい感じの、なんか、いい感じになってきました、ね、はい、嬉しいですね。そして、また、あの、ゆき浜崎さんね、はい、たまたま入ったアクセサリー店で半額セールやってて、パワーストーン3本と、うん、3本使いましたということで。わー、いいですね。いいですね。たまたま入ったところでっていうのがまたいいよね。うんうんうん、パワーストーン3本も買ったんですね。うん、すごいね。いいね。右に1本、左に2本っていう感じなんですか。ここつけると今日、まあ、どうなんでしょうね。片方に3つかもしれないですね。3つかもしれないし。あ、すごいですね。僕ちなみに今日買ったのは靴買いました。あ、はい、いいですね。はい、コンバースの靴を。僕足でかいんですけど、なかなかサイズがないのが靴ですね。あ、僕ね、大きいんですよ。大きいとね、なかなかないし。29とか、そうそうそう、8とか。ここで話していいか分かんないですけども、胸が大きい方と足が大きい人は、可愛いのを選べないんですよ。そうそうそう。はい、そうなんですね。サイズから探すからね。そうですね。うん、そうそうそう。はありますね。でね、ひふみさんは最近、ジャンベ手に入れたそうです。ジャンベ、あ、ジャンベとか。音楽ジャンベ。持ってきてたよね、この前ね。うん、あれは、あれじゃないですか。ジャンベ、カホンは、先週で、ジャンベも持ってきてましたね。あ、そうなんですか。その前。すごい。うん、
サウロお兄さん本当にテンパー協会ってあるんだ番組の企画だと思ったいや違いますよもうサウロお兄さん、うん、もう本当にありますから、ね、登記はしてないですけどねそうね自称ではありますけどね一応活動してるのは本当ですよ、うんはい、すごい、うん、あ野の中の銀のホタルさんね、はい、あテーパームーンの方でしたか以前メッセージ送ったことあるとわありがとうございます素晴らしいすいませんもうありがとうございますパシパシください、ね、ぜひまたメッセージ送ってもらったら、ね、いいですね、はい、そうですねテーパームーンさんの方もね、はい、ありがとうございます結城浜崎さんからね、はい、あの左に3本なんだって左に3本でした左に3本ということみたいですよ、はい、はい。では今週もお楽しみいただいたスタブナインのナインドレディオ、うん今週ももうすぐで終わりの時間になりますね楽しかったですね楽しかったですありがとうございました、はい、ありがとうございます、じゃあ最後のね自己紹介でもアニーさんも最後に言ってもらってはい、はいはい、じゃあナナミ、オレ、ホマレ、アニーさんの、はい、順番で最後に終わりたいと思いますはい、はいで行きましょうはい、スタブナインボーカルのナナミとマコトとほまれと、天然パーマ評価の兄でした。それではまた来週ありがとうございました。ました。ツイキャスのマイク入れてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大塚健二さんあれだね。今来ました大塚さん。今日会長来てますよ会長が。バックナンバー聞いてください大塚健二さん会長ですこの方が会長あどうも会長させてもらってます夏美さんはじめましてお疲れ様ですスペシャルゲストで来てもらいましたいや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 今日暑かったですね本当ですねちょっと暑いです、うん、気温も暑いけどトークもね暑かったですありがとうございますそれはもう大盛り上がりだった結構今までで一番大盛り上がりでしたねなんか今日あれですね、なんか新しい、なんていうんですか、リスナーさんとかもコメントしてくれてる、うん、まあそうなんですね、うん、いや会長のおかげですじゃあ、まじみますまじみますお願いしますまたよろしくお願いしますありがとうございます、はい、よろしくお願いしますあサウロお兄さん、鈴木正幸さんのペーパーですかそうなんだあぽいね、ぽいよねぽいよね、うん、結構ぽいよね、鈴木さん鈴木さんやっぱ結構こう固めてるからね固めて上に上げてるから、うんテンパの人誰も配信中なんですよ、ね、今ね、あの、そうです、ツイキャスツイキャスは、はいあ、そうなんですねじゃあまた、皆さん、来週ということではい、はい、ありがとうございましたありがとうございました